どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はガジョフコバトルのパワーを上げるために X になって変えた4つの行動となります。ガチホコバトルはトライストリンガーとの相性がいいルールではありますが、臨機応変な立ち回りが必要な分難しいなと思います。僕自身一番好きなルールなのでそこまで苦痛ではないんですが、 X マッチになってからかなり苦労をさせられたルールでもあります。そこで今回はガチホコバトルのパワーを500相当上げるために変えた立ち回りなどについて紹介をしたいと思います。ガチホコは一番対応を変えたなと感じるルールですので、弓でガチホコに困っている方の手助けになればと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説をしていきたいと思います。問題に入っていく前に、そもそもパワーが低かった時にどういったプレイをしていたか紹介したいと思います。まあ、今考えると安定感には欠ける動きだなぁと改めて感じますね。まず一つ目はガチホコ運びを率先していたということです。ホコ持ち自体は自信があったので率先して持つということは多かったです。このおかげもあって無理やり試合に勝てることも多かったため、ある程度のパワーまではそこまで気にならないっていうのがありました。ですがホコ周りの処理が安定しないと負ける原因になるので、仲間依存の立ち回りではあったんですよね。パワーは一時的に上がっても下がることもあり、パワーの上下がとても多かった気がします。2つ目はスペシャルの維持です。トライストリンガーにとってスペシャルは攻めた防衛の大事な要素です。ですがホコ持ちを率先することにより手数がかさむことから、肝心な時にスペシャルを使えないということが多くありました。デス数もガチホコの時だけ平均で3以上増えていたんですよね。そのため一時的にカウントリードを取ることは可能ですが、その後の防衛や攻めの時にスペが使えないっていうことが多くありました。こちらも使いたい時にスペシャルが使えないので、安定感に欠ける部分が大きかったと思います。以前の動きをまとめると、この2点が主な内容かなと思います。メインの精度は変わってきているので今回は省いています。ですがメインが当たっていても上記の2つを行っていると安定感に欠けていると思うんですよね。デスの回数が多いですし、デスをした後に防衛に回るのでスペシャルも使いづらいという悪循環です。ではパワーを500上げたという話ですが、そのために何を変えたのか、あとは立ち回りとその考えなどについても紹介していきたいと思います。1つ目はガチホコ周りの処理の徹底です。荷落ちをして運ぶというのを徹底していましたが、変わった部分かなと思います。まず以前の考え方としては、荷落ち来てたら運ぶというのを徹底していました。この荷落ちは場所を問いません。イカランプが2つ落ちてたら運ぶっていうような感じです。すごく単純なものですね。とにかく人数有利を取ったら運ぶということをしていたんですよね。また荷落ちであれば敵が引くと勝手に思っていたのもあり、こちらの甘えが出ていた部分かなと思います。そこで処理をする上で変えたのが、ここ周りの荷落ち処理の徹底です。荷落ちは荷落ちですが考えを変えたという感じです。まず歩行を運ぶ際ですが、敵が1人でもいると歩行を運びきることは困難になります。パワーが上がればなおさらですね。ですが歩行周りで処理ができれば少なからず歩行周りの制圧ができます。さらに味方もいれば前に詰めてくれるので、自分が歩行を持ったとしても守ってもらえる可能性が高いんです。これにより歩行を運ぶタイミングはシビアになりますが、安定して運べるようになりました。どこの敵を落とすかが大事ですね。2つ目はポジションの確保です。これは処理をこなした後に安定して運ぶための意識したことですね。まず歩行を運ぶためには敵の防衛箇所を潰す必要があります。そのためには敵陣の有利ポジションを奪うことが大事です。敵の防衛ポジションを取るということは強制的に敵を後退させることになるので、倒すよりも長時間の制圧が可能となります。特にトライストリンガーの場合は局者も使えるので、攻守を取った方が邪魔の範囲は広がります。
有利なポジションからの圧を続けていると味方も前に出やすくなりますし、ヘイトもこちらに集まるので敵の手数が減ります。ルールを進めるためにもポジションがまず大事だと思いますので、率先して確保をしていきたいところです。またこのポジション確保は味方がしていた場合、運ぶことを優先していいと思います。ですが自分で維持した方が安定はしやすいっていうのがありますね。チョウザメとかでイメージしてもらうといいんですが、前衛が高台ポジを取った場合、ここにずっといるでしょうか。多分そういうことないと思います。絶対に動き出すと思います。そうなると後衛が高台取っていった方が長時間の安定した攻めの時間が作れるんですよね。まあ、そういったこともあり自分で取った方がいいなってなります。まあ、あとは射程を生かして敵の防衛を潰すなら、ここ周りの処理後に率先してポジションを取りに行くっていうのをやっていきたいですね。実際にポジションが取れている試合はその間一方的に攻めれるっていう状況が作れていました。3つ目は矛を運ぶです。以前からしていた行動ですが、矛を運ぶタイミングを変えました。基本的には先に紹介した2つを徹底していますが、いつでも運ぶわけではなく、カウントが取れるタイミングのみを狙います。これに関しては何回も運んでいないとつかみづらい感覚かなと思いますが、運ぶタイミングを妥協しないということになります。妥協しないラインとしては、先に紹介した2つの条件が整うのを狙ってできたタイミングです。そのため矛周りの処理を徹底しているので、条件さえ整えば矛をすぐ運べるように準備はしておきます。矛を守りつつ条件を整えるためにキルとポジションを狙うわけです。それができたら矛を運ぶという感じです。意外と当たり前のことですが、味方の矛運びの連動や編成によってはなかなか難しいことです。そのためには自分で条件を作っていき、最終的に運ぶことも視野に入れておくことが大事だなと思います。運ぶことに自信がある人の場合は自分で運んだ方がカウントを進めやすいですからね。自分で環境を作って自分でカウントを進める、これくらいの方が安定感を確実に上がってくると思います。4つ目はメガホンの回数を増やすです。矛を運ぶ役目になるトラストとしては、メガホンの回数を維持するのはかなり大事かなと思います。矛を運ぶことを視野に入れて動くと、トラストとしてはどうしてもスペシャルを使うタイミングというものがつかみづらいんですよね。場合によっては矛を運ぶ前発動して運ぶとか、無駄な使い方をすることもあります。自分の好きなタイミングで使えない、または運ぶのを催促されるとスペシャルの回数は極端に減るということが起きます。このためスペシャルを使う機械を運ぶ前に作るというのはかなり大事な行動となります。なんなら運ぶ前の流利状況を作るためにスペシャルを多く使用することが求められます。メガホン自体は敵の索敵や防衛ポジションから無理やり動かすということが可能なスペシャルです。その点を考慮し、矛周りから敵を引かせたり味方のサポートとして使用するためにしっかり使っていきましょう。また防衛でもメガホンを使うことが求められるので、相手の矛持ちの位置に合わせてしっかり下がったりしましょう。とにかくメガホンの抱え持ちはゼロにするように動くことが大事です。これだけで防衛の質はかなり上がりましたね。スペシャルの回数が多くなるだけで矛周りへの圧が容易になりますので、積極的に使っていきましょう。これでパワーを上げるために変えた行動は以上となります。基本的なこともありますが、優先順位はかなり大事だと思います。単純に運ばないというわけではなく、自分で運ぶための状況を作りきることが重要なことだと思います。チューター系などはこれが自分でできますからね。トラストでも同じことができれば運ぶタイミングを狙えるというわけです。トラスト自体は塗りと邪魔はとても強いと思いますので、それを活かして相手を押し込んでいきましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。ガチホコバトルのパワーを上げるために X になって変えた4つの行動はいかがでしたでしょうか。 X マッチになった時、ガチホコに関してはパワーが安定しづらいルールの一つでした。どうしても矛を運ぶ環境を作りきれなかったっていうのがありましたね。今思えば無謀な矛運びもしていたような気がします。自分でしっかり運べる環境を作れるのが一番大事かなと思いますので、矛周りの処理を率先して狙っていきたいところです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。